はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。かえでさんちへようこそ。はい、もう暑い日ってね、もう9月に入ったんで、よっぽどのことがない限り、まあ気温はね、下がっていく一方なんですけど、まあそれでも30度近い日っていうのはあったりしてて、そういう時にさ、まあこれ夏限定なんだと思うんだけど、本当に冷たいスイカ食べたい時ってありますよね。今年食べてないもんね。うん。まあスーパーにもカットフルーツとかね、そういうのがあって、まあ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 。買えばいいんだけどね。買えばいいんだけど、まあ、どうしてもなんかその時に見たりはするんだけど、結局買わなかったりとかするし。うん、本当に当たり外れありますよね。あのカットフルーツってこれ、あ、なんか甘そうだなと思って買ってみたら、なんか水っぽかったりとかね、うん、あ、これ多分切り立てだろうなとかさ、あ、なんかちょっと 水っぽくないから、まあ美味しいんだろうなと思って買ってみたら、なんかパサついてたりとかっていうのがあって、うん、っていうのがありますよ。これはあのスーパーでもたまにね、直販っていうか道の駅的なものも、あのカットフルーツって少ないですけど、少ないっていうか、まあないですけど、あのね、道の駅とかで梨とかスイカとか買ってみて、でおうちなんかでね買って見て、まあ冷やして食べてみたら、なんかあれ美味しくないなっていうのもあるし、本当に当たり外れがすごく道の駅でもあったりとかします。うん、まあそれはね、たまたまそのそれがちょっと日にちがね経ってしまってたのかもしれないんだけど、でもなんか、あ、残念だなって思っちゃったりしますね。うん、でたまにさ、その、ね、あの道の駅の中じゃなくて外で売ってたりとかしている時ってないですか。ちょっとお高めなんだけど、そっちの方が美味しいのかなとか甘いのかなとか思っちゃったりしてて、ちょっとうがってしまっていますね。うん、まあね、一応その道の駅の方でもね、一応許可を出してそこで販売してもいいよっていう話になってると思うんだけど、うん、あとね、本当に、まあ、道の駅でも、欲しいもの、ありますよね。ちょっと安いからという感じで、そのスーパーよりかは、1割ほど安かったりするけど。うん、でもまあ、ちょっとね、曲がっていたりとかしているきゅうりがあったりとかね、ナスでも、うん、あれっていうのもあったりするけど、まあ美味しければね、あの道の駅のそっちの方が買ってしまう人もいるだろうし、うん、多分消費者の人は大体食べてみてね、道の駅のものとスーパーのものと食べ比べをしている方ももしかしたらいるかもしれないね。ね、あ、じゃあというか食べ比べをして、まあこっちの方が美味しかったから、まあ道の駅じゃなくてもさ、直売所みたいなのがありますよね。その畑の無人直売所みたいなところ、ああいうところでもまあね、食べてみて美味しいから、まあ定期的に買って食べてますよっていう人もいるだろうし、で、まあまあ、たまにね、YouTube の方で、道の駅を推し進めてる人がいてて、勝さんなんだけど、やっぱスーパーよりも、道の駅とか、その JA とか、そういうところで買った方がいいですよって言ってましたね。その、まあ、トマトを、まあ、
例に出すと、やっぱなんかトマトが成熟する前にカットして、でちょうどよくそのスーパーに、届く頃には赤くなって甘くなってるよっていう状態なんですって。これはあのトマトに限らずだと思うんだけど、バナナなんかもね、青いままでカットして、まあ、台湾とか、まあ、エクアドルとかから輸入して、でちょうどよく店先にこう出す頃は甘い状態になってますよっていうので、結構その収穫してから日にちが経っていることが多い。で道の駅とかその直売所で、ね、直売所っていうのはもうまさに食べ頃をその日の朝とか、まあ遅くてもその日、次の前の日にカットされたものが多いので、あの甘みが全然違っていたり美味しさが違っていたりしますよっていうね話がしてて、まあ、結構これはテレビとかでも言われてますけど、あとそう、まあ食べ物に限らずだけど、冷房をガンガンにこうね、キンキンに冷やした中でこう寝たいなって思う時がありますね。まあね、うちそういうことはないんだけど、まあ本当にそういう状態で寝れたら嬉しいなと思っちゃうけどね。そういう思うのは私だけでしょうか。はい、以上です。それでは皆さん、さよなら。